はい、どうもセリカです。予告できてました通り、3月14日から4日間連続で復刻降臨イベントが来るということでございます。すごいね、これ。超過密スケジュール。1日1降臨っていう感じですね。で、この降臨イベントは過去にも2、3回来たのかな?なので復刻っていう形なので、もう経験されてる方とか、ちょっと途中ですとか、1回やりましたとか、初めてなんですけどっていう方、いろいろいると思うんですけど、私の方にもね、結構お問い合わせが来まして、なんかできないんですけど、降臨どうやったら降臨できるんですかっていうお話もよくいただくので、ちょっと説明しながら、ちょっとプレイしたいなと思います。で、まず第一条件。これですね。これなんです。このスキンが、今回の降臨には必要なんです。で、ケルベロスが一番上ですね。ベロススキンを持って、ケルベロスゲット。ニョロスキン3体で、ヤマタのオロチゲット。トラスキン3体で、ビャッコゲット。コンギツネ3体で、キュービゲットという感じになります。これが毎日4日間あるというイベントなんですけど、1体でも持ってれば、まあ、魔王にステージ、降臨ステージは遊べるんですけど、実際のスキンゲットとなるには、3体ずつ持ってないとできないという、これが第一条件になるということなんです。はい。では、初めてだよっていう方とか、よくわかんないんだけどっていう方向けに、説明しながら行きたいと思います。これがキュービスキン。降臨のキュービのスキンのスキンチェンジ5のものです。これが2体でスキンチェンジなので、1回降臨を経験して、オレンジ色のキュービ、赤色かな?キュービをゲットして、2回目の降臨を迎えると、このブルーキュービ。で、今回もしかしたらちょっとなんか変わるかもしれないので、かわいい。一気に2体ゲットできるとかあるかもしれないんですけど、今降臨イベント来る前に撮影してるので、今までの感じでお話ししますと、かわいいこの袋。進化させようかな。めちゃくちゃかわいい。で、あと2体ゲットでキラキラスキンチェンジっていうことなんで、降臨を2回経験すると、スキンチェンジそれぞれできるっていうことなんですけど、今回が4回目とかかな。結構、すんごい間が空いてくる、忘れた頃に来るイベントなので、途中で時間終わっちゃったっていう方ももちろん、たくさんいらっしゃると思うので、なかなかね、降臨イベント短すぎて遊べてないっていう方も多くいらっしゃる声を聞くんですけど、で、一番問題なのが、この降臨スキン、降臨のためのちっちゃいスキンをゲットしてから、実際の降臨イベントがある間がね、空くんですよ。何ヶ月も。前は1ヶ月とかだったんですけど、今回3ヶ月ぐらい空いてるので、空くんですよね。なので、その間に始められた方は、できないんですよ、降臨イベント。魔王にステージ。っていうのがね、あって、めちゃくちゃお問い合わせしてるんです、私も。してたんです、過去に。ちょっとこれ、途中で始められた方はできないので、なんかあんまり良くないんじゃないですか、ことを何回も言って、返答もいただいてるんですけど、まあ、要は復刻イベントっていうことなんで、まあ、どうしようもないというような感じ、らしいです。なので、定期的に、ちっちゃい、スキン、チャレンジスキンをゲットする、チャレンジが来るときと、降臨が来るときが危ないです。こう、順番に来るので、今回間に合ってない方は次の、チャレンジでちっちゃいスキンをゲットしてください。で、その次また降臨はじゅんぐり来ますので、その時にゲットしてくださいね、的な感じでした。納得いかない方も、多いと思うんですけど、はぁー気止まりだはい、ありがとうございます。はい、で、これが白光のスキンチェンジ。2回目の降臨でゲットして、キラキラになってる状態の色が、このオレンジみたいな色。スキンチェンジ前は、1体ゲットだと、ホワイトタイガーみたいな、結構私好きだったんですけど、そんなスキンがゲットできます。で、このスキンをゲットするには、キトラと赤トラと黒トラの3体でチャレンジをするっていうことなんです。そのチャレンジをクリアしたら、降臨スキンがゲットできるっていうものなんですけど、今までだと結構ボリューム大の、降臨チャレンジだったんですよ。魔王にステージにそのスキンを使うといけるんですけど、その例えばキトラで魔王にステージ青逃げを3回するとか、赤トラで3回、黒トラで3回、計9回魔王にステージで青逃げをしなきゃいけないっていうのとか、ロッカーを使わず宝箱を開けずに青逃げをするとか、これはね、100サバでもカウントできたので、必ずしも魔王にステージでやらないといけないっていうわけではないんですけど、まあ、魔王にステージってもう 100% 完全ボット部屋っていう、プレイヤーゼロで自分だけでやるっていう感じなので、まあ、どっちかですよね。青逃げしやすいのか、魔王にステージ苦手な方は、100サバやったり、確かね、ガチバトルはちょっとわかんないんですけど、
アオリエ5、一回やって脱出すると、その、ああ、死んだあの、カウントされたりっていうこともありました。はい、なかなか喋りきらない。プレイしながら喋りきらない。これがヤマタノオロチ、2番目に来る降臨のスキンチェンジ後。これもかっこいいですよね。ヤマタノオロチもね、首がふにふにして、かっこいいんですけど。で、さっきの続きになると、チャレンジが項目がいくつか来るので、まあ、降臨それぞれ、毎回来るたびに中身がちょっとずつ変わるので、今回もどんなのか、あれなんですけど、1日でクリアしなきゃいけないっていうチャレンジなので、まあ、そこまで難しくないかなとは、思ってます。ので、まあ、なんとか1日でクリアして、ゲットして、っていう感じで、で、まだ1体の方は、また次降臨チャレンジが1年後とか、来るかもしれないので、ね、その時に、飽きたっていう感じで、あ、なんか、若葉さん、ありがとう。なんか忘れた頃に来るんで、あー降臨来たぞって言って、やるっていう流れですね。一気にチェンジしようと思うと、多分難しいイベントで、もうこれは長期スパンで、やる感じ。降臨スキンを持ってたら、降臨にチャレンジする。ごめんなさいね、ワードを変える時間がなくて。なので、そんな感じですね。ゆっくりとしたイベントと思っててくれれば、待ち遠しい気持ちもあると思うんですけど、で、また忘れた頃に、このちっちゃいミニスキンをゲットする、イベントがふわっと来て、イベントとイベントの隙間ぐらいに、で、それが忘れた何ヶ月後かぐらいに、また来るってことなんで、まあ、今回間に合わなかったって方また次回、その次とかいう感じで、のんびりイベント、気まぐれイベントが来るので、その時に狙うっていう感じの流れだそうです。ちょっと間が空きすぎて、間に始められた方が不利なんじゃないかっていうお気持ちもすっごいわかりますし、私も同じ気持ちでお問い合わせすごいしたんですけど、まあ、どうやら、隙間で行われる復刻イベントっぽいので、来たらやる。待つっていうスタンスかなという。ねえ、鬼に蹴られた。うん。はい。では最後に、ケルベロススキン。噛んでるかな？ケルベロススキンでやってまとめをしたいと思います。え？何そのワード？何そのワード？初めて見た。不思議なワード。で、まあ最初に言いました通り、ミニスキン3体ずつ持ってないと、スキンのゲットは難しい。1体でも持ってれば、魔王にステージ、降臨ステージでは、遊べますっていう感じです。で、一回経験するとスキンチェンジ前の一体のカラーの違うスキンがゲットできまして、二回目降臨を経験すると、ゲットするとスキンチェンジいけるっていうことで、二体でスキンチェンジをする降臨イベントであるということと、この降臨イベントと別で、ミニスキンをゲットするチャレンジイベントが降臨に備えようというイベントが別であるので、そこでチャレンジをクリアしてスキンをゲットしてないと、遊べないというか、ゲットできないということなので、それが間を空きながら、順番に、今後も来ると思うので、もし最近始められて、このニョロとか、トラとか、なんだっけ、犬とか、持ってない方は、次来る、氷に備えようイベントで、ミニスキンをゲットするチャレンジをクリアする。で、また、その何ヶ月か後に、また同じ氷イベントが来るときに、頑張るっていう流れです。なので、今回遊べない方は、ちょっとね、また次を待つという感じでいる感じがいいかな。焦ってもね、来ないものは来ないんですよ。何回もお問い合わせしたんですけど、なんでよって、間空いちゃダメじゃんってすっごい思ってたんですけど、まあ、スタンスとしては、空くイベントに変わってきてるかなという感じです。まあね、今後春休みも、ミエルコちゃんとか多分いろいろイベント来ると思うので、隙間で多分来てると思うんですけど、まあ、忘れた頃に来るかなと思ってたらいいかなぐらいの、ふわっとイベントという。ただ魔法にステージ私もあんま得意じゃないので、またチャレンジして報酬もゲットしたいなと思いますので、ちょっとね、楽しみにはしております。うぅはい、ありがとうございます。はい、ということで、スキンチェンジのカラーで遊んでみたんですけど、一応こんな感じでね、もうご存知の方も多いと思いますが、それぞれのスキンを持ってないと、スキンゲットまではできないっていう感じですね。あとは魔王にステージが多分復刻なので、変わらないと思うんですが、もうほぼかくれんぼ。いかに魔王に見つからないかという逃げ回るのと、多分この動画はもうすでに魔王にステージ、降臨イベントが来てる時だと思うので、まあ私が言えるあれじゃないんですけど、とりあえず隠れてください。で、死んだところの地帯にいると魔王に来づらいので、生きてるところにいっぱい混ざってるとギャンとやられるので、死体のあたりに紛れ込むのがいいかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。声がガサガサしてるのは花粉症のせいでございます。で、右下にね、いる青鬼くんがね、結構最近ね、注目していただいてて、よかったら動画内では言えなかったんですけど、名前を募集してますので、よかったらコメントで
なんか書いてもらえると参考にしたいなと思います。あとはこの青鬼くんの別の鬼リクエストもいただいてますので、順次その子たちでも解説者としてここにいてもらおうかなと思います。ということでもう公認イベント来てると思いますが、私も一緒に遊びたいなと思います。よかったらまた他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまた。バイバーイ。